チをやることでそこで一気にその短期間の間にレバレッジをかけて Facebook とかで例えばライブをしたりとか多くの人が集まってコメントしたりとかそういったことが起こるとこう周りがこうザーザー動いてると あの人なんかやってる人だなっていうそれがこう伝わっていくわけです。今ソーシャルメディアの時代だから。なんでそれをやっていくことでポジショニングができるんです。多くの人は私は有名じゃないから売れないとか違うんです。ローンチをやるから有名になるんです。ローンチやるからポジショニングが取れるんです。ローンチを繰り返していくことによってポジショニングがどん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 出来上がっていって一番そのジャンルで一番有名な人になっていくんですね。これがだからローンチをやっていく大きいですね。